皆さんタクシー乗ります？ヘイタクシーって止めて、乗ります？あんま乗らないですよね、多分ね。ね、多分地方の人なんかマイカー持ったりとか、東京でもそうだと思いますけど、時々乗るけど、でも、なんか日常的にタクシー乗ろうって思わないですよね。で、皆さんじゃあタクシーに乗るときどんな気分になります？まあ、よほどちゃんと収入がある人は別ですけど、そうじゃない人は結構ちょっと贅沢な気分になりますよね、タクシー乗ったりすると。で、これ面白いんですよ。マイカー買うのと、タクシー乗るのと、どっちの方が得だと思います？まあ、地方とかですごい毎日長距離移動する人だったら別ですけど、都内とか、普通にタクシーがあっちこっちあるところでだったらです。実はね、これね、マイカーよりもね、タクシーの方がね、安いんですよ、基本的には。車の維持とかって、車本体の金額とか抜いても維持するだけで、大体年間ガソリン代とかいろいろ考えて、50万ぐらいかかるんですね。で、これ50万ってどういう金額かっていうと、まあ、大体ですね、1年が50週間ぐらいっていう風に考えてるとどうなるかざっくりの計算ですよ。1週間にタクシー代に1万円使えるんですよ。1万円ですよ。1万円1週間にタクシー乗る？乗らないよね、普通に。でさ、この50万は、いわゆる、車本体の金額とか、車検の金額とか、そういうのがちゃんと入ってるわけじゃないので、ざっくり維持費として50万かかるってことなんで、って考えたら、50万以上使えるんですよ。で、さらにもっと面白いことに、皆さん、まあ、自営業されてる方とか、あとは自分で何かビジネスやってる人とか、で、あとは、まあ、普通に会社員の人でもちゃんとですね、自分で申告すれば落とせるんですけど、タクシー代はね、全部経費で落とせるんですよ。交通費なんで。ところが、皆さんが個人でマイカーを買ったら、車本体の金額ってのは、どんなに頑張っても半分しか経費で認められないんですよ。だから、100万円の車買っても、50万円分の経費しか乗っけられなくて、そこからですね、所得に応じた、控除が受けられるってことが起きるんですね。つまり何が言いたいかっていうと、マイカーに50万使うんだったら、タクシー代に100万円使ってるのとほとんど変わらないんですよ。財務的には。面白いです。だから、マイカーめっちゃ高いんですよ。めっちゃ高いのに、マイカー代はお金出すのに、タクシー代はケチる人多いですよね。面白いと思いません？しかも駐車場代とかもかかるんですよ。で、こうなってくると、そもそもマイカーって意味がないくねって。しかも、タクシーだったら乗ってる間仕事できるんですよ。本とか読めるんですよ。自分の時間が取れるんですよ。で、車運転するのが好きって人は別ね。車運転するのが好きで、別に交通手段としてあるんじゃないっていう風に言う人はいいんですけど、そうじゃない場合は、明らかにタクシーの方が駐車場かかんないし、メンテナンスとかもいらないし、車検とかもいらないし、廃車になった時のお金もかかんないし、って考えると、タクシーの方がいいんですよ。でも、ほとんどの人はタクシー代をケチりますよね。そこがね、ポイントなんですよ。面白いでしょ。概要欄とコメント欄から Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。